はいどうも、岡野劇団です。今回の動画はこちら。はい、デュエルマスターズ20周年超感謝メモリアルパック裏の章パラレルマスターズですね。はい、本日こちら、2月の19日土曜日、本日こちらの発売日ということで、今回こちらをね、4ボックス買ってきましたので、今回これを開けていこうかなと思います。まあ、今回はね、結構もうサクサク、ね、特別なんか一つのカードに長いこと解説したりとか紹介したりとかせずに、まあ、ちょっと緩めにいこうかなっていう感じでやっていこうと思います。というわけでまあね、もう前置きもほどほどに早速やっていきましょうかね。今回のパックね、結構なんか再録、SNS 見てるとね、まあやれ再録が弱いだなんだっつってね、なんか意外と不評な感じの意見がちらほら見られるんですが、個人的にはね、別にそんなわざわざ酷評するようなこともないよなと思いつつね、普通に入ってるカード自体強いので、入ってるカードも強いですし、どうやら今回ね、箱に1パックにつき1枚、まあベリーレアかスーパーレアか、ホイールは1枚確定ってことなんで、まあ1パックの値段が高いとどうしても敬遠しがちなんですかね、皆さんね。で、1ボックスが16パックですね、今回。1ボックス16パックでやっていきましょう。で、まあ、個人的な狙い目としては、まあ、なんだかんだ言っても、やっぱり、ね、この、表紙にもなってないな。表紙にも一応いるか。このドギラゴンですね。やっぱ、この超次元のドギラゴン X レッドゾーンバスターは、やっぱ、個人的な狙い目ですね。あとはね、個人的には、グラス&タレットとかもすごい使いたいですね。グラス&タレットはちょっと使い方を考えているところなので、まあ、早速やっていきましょう。あ、そうだ。今回あれか、この、裏面のカードが出ると、ここでバレるっていうのがあるから、表で向いていきましょうかね。よいしょ。じゃあまず、ほい。順番に見ていきましょう。クロックタワー、ティアラガンマ、カレーパンを食ってやるぜ。近未来シティ、次元隠しの術。お、新規カード、ザ・デトルナですね。これ、あんまり能力、詳しく読んでないんで、ちょっとあれなんですけども。自分のマナが起こせるやつか、アタックフェイル中に。これね、なんか使いどころが難しいみたいな話よく聞きますね。それでまず1枚目。光物ですね。よいしょ。おっと、おい、見てなかった。もうね、しかもさっきの言ったこともう忘れてるでしょ、表から向こうねって言いながら。裏面のカードが出るとここでバレるっていうのがあるから、表で向いていきましょうかね。見てなかった、今、パック向いた皮をね、画面外にポイするのに目線そらしてたから全く気づかなかった。おっしゃー、ドギラゴン X 出ました。やったね。で、フューチャースパーク。ラッシュアルファ、オービスガンマ、アカシックパラレル、レッドゾーンバスター、ドギラゴン X ですね。やったね。このカード超強いですからね。ドギラゴン X ね、最初結構微妙じゃないかって言われてましたけど、結局、超次元ゾーンから、メインデッキの外部ゾーンからブロックされない3点飛んでくるだけでも十分バグってますし、こいつはこいつで普通に制圧力高いですね。なんならなんか SNS で普通に、なんか強いデッキの開発とかされてたんでしたよね、こいつは。そんな感じのやつですね。やったね。やっぱこういうことがあるから、もうすでにこっちから開けようね、今回はね。こっちから開けましょう。はい。で、ゾメンザンですね。ゾメンザン、俺個人的にはコツミラスの方が好きですね。ブラックボックスの、タカラトミーのおもちゃ版よりか、俺はこっちの方が好きです。で、木蓮、未来設計図、バイモデル、あ、バイモデルね。このデッキ限定で再録がなかったから、ちょっと値段高かったやつですね。まあ、再録多めって感じ。できた、インビジブル13。自分のデッキの枚数が5枚増えるってやつですね。これね、割と個人的には結構いい調整されてんじゃないかなと思ってて、っていうのも、これ、超次元ゾーンに置かなきゃいけない関係で、これアドバンスでしか使えないっていうのが一つと、デッキ枚数を5枚増やしてゲームするっていう関係上、5枚、このカード1枚積むイコール5枚増やすの固定なんですよね。他のカードゲームとかみたいに40枚以上だったらいいですよっていうルールのカードゲームとかみたいにとかだと、42枚デッキとか43枚デッキみたいなすごい中途半端な枚数調整が効くんですけど、これ5枚足すっていう強制なので、そういう微妙な調整、その数枚単位の微妙な調整できないあたりはね、うまいこと作られてるなって思ってます、個人的には。で、ギガントウサギロボ封じゃ、この人、個人的にはこの人が一番最力謎なんだけど、なんでこの人なんだろうね、今回。ノーマルカードをちょっと画面外にやりますね。ノーマルカード画面外で、スーレア、ベリーレアっていう感じでしていきましょうか。3パック目ですね。
ミクル、ミクルキガニアルフ、あ、フェアリーリライフ9枠いいっすね。フェアリーリライフの9枠いいよね、かっこ綺麗。で、アフスミス、これマリガンできるやつですね。で、ルナ・ディーブレイク・シグマ、謎のカードタイプね。ここに魂テキストに魂となる謎のカードテキストがあるっていうので、なんかちょっと話題になってましたね。おー、で、五大竜の1体ですね。自然の地粒子バラフィオル出ました。これもね、結構かっこいいですよね。五大竜神はやっぱ全員揃えたいですね。これな、クワトルブレイカーでアタックするとき3枚表にしてドラゴンを1体出す。もうね、アタックするとき相手プレイヤーアタックしなきゃいけないのに、まあ、ファイターっていうのがなんかあれなんでしょうね、こいつ。よいしょ。で、ブレインストーム、 MTG コラボ、ホーンアルファ、アミティックアカデミー、フューチャーブレイン、お、剛剣を被験強端。そう、今回ケングレン王系も地味に新規カードが来て強化されてるっていうので、ケングレン王系ね、俺も昔小学生の頃、小学生中学生ぐらいか、まあ、昔出た当時ね、組んでたんで、ちょっと久々に使ってみようかなと思ってますね。おほほ、ザガン GR、 そうね、裏向き分かるね、ザガン GR ですね。そう、こいつ地味にベリーレアなのもあって、思ったより金段安いですね。ザガン GR 出現ですね。ザガン GR やっぱなんだかんだ言って GR ゾーンから出てくるのデメリットなしダブルブレーカーやっぱ強いですよね。そもそものドーピドープが普通に手札2枚捨てるってデメリットがついているドープがね、トップリアリティだったのも考えたら、まあデメリットなしダブルはそりゃ強いよなって話ですよね。で、おエイコルピア再録おめでとうございます。で、剣豪グレーンを装填しよう。エターナルブレインブリンさんの参考書、こたつむり、あ、こたつむり個人的にはすんごいありがたいです。こたつむりね、ヒタンとか作ろう、ヒタンとか作ろうと思うと、こたつむり俺実は持ってないんですよ。実は俺こたつむり持ってなくて、赤タン組もうにも組めないような感じだったんで、こたつむりの裁量が個人的にすごい嬉しいですね。こいつはちょっと4枚集めてみようかなとは思ってますけど。で、ティアラガンマ、おお、ほうほう、そう、これね、逆向きのやつね。テスタロッサ、アガピトス、これあれだ、デュエプレ逆輸入ですね。チキンカッター、ターボ帳、ターボ帳もあれですね、デッキ限、デッキ限定違う、ちょっと高く値段上がってたんだよな、クライム系ね。で、トリカカラジャから MDG コラボ、計略の手、陰謀の手ですね。陰謀と計略ネタが上下、別々に分かれたやつですね。で、ジェイス再録おめでとうございます。おー、強い強い。海竜神クリスド、出ました。クリスド、多分ご竜神の中でもかなり上位の強いカードですよね。相手に出た時に5枚ドローして、自分の手札の枚数以下のコストの呪文を止めるっていうね、これ結構やってる部類のカードな感じはしますね、クリスド。やったー。クリストが出たのでかい。今回数量枠結構、この箱を1箱目にして数量枠結構強くないか。メンザン、ケングルの飛び出し、ボルシャク、ヒデンドラゴン、アタックチャンスクリーチャーっていうね、まさかの条件を満たすことでアタックチャンスでゼロコスト召喚できるってなかなかやってますね、こういうの。で、セラの天使再録、地震。で、おー、グラスタのタレット出ました。この箱強いぞ、個人的には。グラスタのタレット出ました。自分のクリーチャーすべてをスピードタッカーにしつつ、相手探中、相手の踏み倒しをメタリつつ、で、さらにこいつ自身が破壊されると、自分の超次元ゾーンのウェポンを1枚持って、バーのクリーチャーにくっつけることができるっていうね。これね、イラストもエモいっすよね。イラストもエモいし、ね、かわいいし、書いてることも強いしね、言うことらしいっすね。で、ガチャンコガチコピーリライフやったれ仙人イミジブル13、うわ、ニコルボーラス、ニコルボーラス再録何回目だお前は。直近の再録がデイキングだから、お前エクストラパック2連続で再録来てるのか。さてはすげえなお前ニコルボーラス。てかこの箱1箱目にしてめちゃくそ当たり強くないか。すごいぞ。新規3枚で再録も比較的高い部類のカードだからな、この箱すごいぞ。チャーハンド、あーこれな、ギャラクシーボーアナザーね。お前1コストクロスになってんじゃねえよっていうね、今までのクロスギャなかったことすんじゃねえと思いつつなんだけど、ここに来て急にねデュエプレのギミック積んでくるかっていう感じが若干否めるかないんだけど、そういえばジエンドのデッキ作るっつって結局動画でも何もしないですね。そのうちなんとかしなきゃいけないですけど、有限不実行のあれがついちゃうんでね、もうついてるか。はい、おグレーテストネルザーですね。これも結構やりよる部ですね。こいつ地味にベリーレナがいいな。よいしょ。で、ケイジスマイスター、筋肉スリーバー、ワンケングネオ、今月の躍動、ウルザの激怒、おお、ニューワールドオーダーの上ですね。上はこれ、リアリティはベリーか。ベリーレア枠か。ニューワールドオーダーね、これ、上下揃って初めて仕事するのやばない。
上下揃って初めて仕事するっていうのやばいぞ。いけ。これはビーフィッシュアルファスモデラ。おイワシ再録ですね。イワシ最近再録多いね。いいね。アカシックパラレル。ゴッドモモキング。ゴッドモモキングはそりゃ。ゴッドモモキングね、その既存のあの JO 大会に入らないというなんか使われ方が結構議論されてるらしいですけども。はい。トリトンベータ、ジャガー、オービスガンマ、極楽鳥、オアメラボルガル再録ですね。今回俺この一箱目マジであの何回も同じこと言ってるけど、この一箱クソ強いぞ。この一箱が超強いです。ラッシュ、シークレットクロックタワー、スミス、計略陰謀のテス、フィダスト、よっしゃ、エムラクール。おっしゃ、俺エムラクール実は一番持ってないんですよ。やったー、やった、嬉しい。強くね、この箱。この箱やべえぞ。紙箱じゃないこれ、完全に。アドールアルファ、スリーバー、装填必勝、スリーバーの女王、普通にレアなんだ、俺、てっきり光物だと思い込んでたわ。はい、で、ボルパンサーね。ボルパンサーはちょっと個人的にはね、使ってあげたい部類のカードですね。というわけで、最初の一箱目、ぐだぐだ喋りながらやってこんな感じですね。あの、個人的にはかなり勝ちの一箱だと思います。っていう感じで、2箱目にどんどん移っていきましょう。おーっしゃ、イザナイコットン出た。かわいい。かわいいです。俺ね、コットンかわいいよね。俺もね、グレートフルベンの動画見てもらった方わかると思うんですけど、俺、ヘブンズゲートはね、コットン柄で統一しているので、いやー、コットンじゃん。かわいいっすよね。これ、能力的にも面白い効果してますね、こいつ。お、ボロボロザクジュニア。ここに来て、まだ見てない新規カードですね。これね、裏面がサイキックフィールドになってて、で、いずれかのプレイヤーがカードを引いたらコストに払うことでこっちにひっくり返るですね。で、ターンの終わりにかな。各ターンの終わりにこいつがまたこっちにひっくり返るっていう感じで、こっちとこっちをずっと行き来するような感じですね。多分超人から出すときは最初こっちの面で召喚するのが普通なのかな。まあ多分グレンモルトヘッドとか使えば多分フィールドから行けるのかもしれないけども、まあその辺はちょっと俺最低まだ見てないんでわかんないですけど、多分できるんじゃないですかね。おー、ボルジャーク来た。遠流神ボールジャーク、スピードアタッカートリプルベリカー、自分のドラゴンを打てるとき、その出たドラゴンのパワーに応じた地獄スクラッパーができますよと。で、相手がこのカードを対象に取ったときに、相手のシールドを3枚焼却するというね、バカ強いですね、こいつ。ボールジャークもバカ強いっす。今回、ゴリュウ神、基本的に俺はどれもこれもね、強いと思ってるんですけどね。まあ、好物つけがたいかなっていう感じかな、五大流神に関しては。だから個人的にはね、テキストはともかく個人的に、一番欲しいのはやっぱ闇の黒竜神モルナルクなんですけどもね、個人的なやつがやっぱ一番好きですねと。剣撃王者ファイナルフレアですね。これね、ちゃんと剣撃王者を再録してくれるあたりちゃんと優しいっすよね。ワンキングレンをデッキ組むならちゃんとこれもいるよねっていうのを再録してくれてるのは非常にありがたいですね。ゴルフィア仙人アカシックサード、あー、オッケーオッケー、下が来ました。グレートリベンジャーキラックス。おお、すげえ。2箱連続ヒット。2箱連続ヒットしました。やったー。すげえ。強いぞ。箱が強い。ラスト。で、ザ・デッドルナ。1箱目とほぼほぼ変わらず。光物ほとんど変わらず。唯一変わったのっつったら、まあ、ベリーレアがちょこちょこいなかったのいるけど、スーパーレアに関しては1箱目と5枚一緒なんだが、バラフィオルがボルジャークになった以外、スーレアの出方が1箱目と変わらんぞ。すごっ。オーガシャゴズラ再録のスーレアですね。ガシャゴズラ自体もね、別に弱いカードじゃないんで、弱いカードじゃないし再録も今までなかったから、まあむしろいい感じじゃないかなとは思いつつですね。おーし、光の五大流神アークゼオス、10万の1万5000角ブロッカートリプルブレーカー、自分のドラゴンがアタックするときワンドローして光の9以下のブロッカーを1手出せるです。まあこれあれだろうね、アークゼオスからアークゼオス出ないようにした結果なぜこうなったんだろうなって感じしますね。まああと地味にこいつアンタッチブル効果持ってるの偉いなと個人的に思います。天文で出てきてくれるしね。カシックパラレル、おーし来た、黒竜神モルナルク、ファイブオリジンドラゴンの闇のカードですね。スレイヤートリプルブレーカー、出た時自分の山札を3枚、
墓地に自分のドラゴンか自分のドラゴンが出ただけ3枚墓地に送ってその中のドラゴン1体につき1回デモハンドしますと。さらにこいつの攻撃に自分の墓地から何でもクリーチャーで出せます。この何でも1体出せるってこのロマンがあっていいよね。このモルナルクね、カードのイラストも相まってこのカードめちゃくちゃ好きなんで、モルナルクは集めたいし、なんかデッキ組みたいな。なんかな、こういうリアニメイト範囲がバチボコに広いカードって絶対なんかね、ループとか即死系のソリティアとかそっち系の悪用の仕方されるからな。ちょっとその辺が難しいところだ。ああ、いけるしかもね、ここ4箱目にしてやっと見てないカードが来た。いけるしかもね、これ結構めんどくさいこと書いてないっけな。各プレイヤーはクリーチャーをすべて自分の墓地から超次元ゾーンに置き、クリーチャーをすべて破壊する。各プレイヤーはサイキックでもドラゴンハートでもないクリーチャーをすべて超次元から出す。まあ要約すると墓地にいたクリーチャーが全員違う、要約するとこれあれか、そうだね、墓地のクリーチャーが結果的に場に出てくるんだよね、確か。うん、そうだね、経由して結果的に墓地のクリーチャーが超次元をまたいで場に出てくるってやつか。めんどくさい書き方してるなこれ。はい、4ボックス最後の1パックにして数レア確定演出ですね。さあ、またも数レア確定演出だが、最後に出てくる数レアは果たして誰でしょうか。はい、はい、はい、うーいっす、コマイカパンドラロイヤルズ。これも結構強いですもんね。てか最後の最後に1枚も出なかった数レアがここで来たわ。アンドラシフト、このカードのコストを支払うときに本来4のやつを代わりに2払ってこのカードを超次元ゾーンに置いて、こいつを超次元ゾーンからコストを払って召喚できますと。で、このクリーチャーが出たときまたは自分の超次元にセットされたときに2枚引いて1枚捨てます。まあ単純に2万払って超次元に置きますって言ってとりあえずエマタイできるって感じですね。これはこれで普通に強いよな。ってことで、以上4ボックス向け終わりましたので、とりあえずベリーレアとスーパーレアそれぞれ結果だけ一回並べていきましょうかね。はい、というわけでこれが今回の、パラレルマスターズ4ボックスの開封結果、スーパーレア編ですね。まあ見てください、この偏り方、あの真ん中の主張が激しい子なんですかね、マジで。この子実は1箱に1枚確定だったりしませんか。まあそんな冗談はさておきですね、あのまさかのブラックロータスなしっていうね、まあ、あの MTG コラボ箱を全部ニコロボーラスに食ってかれたわけなんですが、まあ、ブラックロータスゼロっていうような結果だったので、まあ、それちょっと意外でしたね。まあ、五大竜神はね、割としっかり4枚っていうか、各5種類か、5種類全員揃ってくれたので、まあ、個人的にはね、ゴッドモブキング3枚乗れねえから、ボルジャックになってくんねえかなって思う感じですかね。ニコルボーラスは使うってなったら、多分3枚、4枚ぐらいね、ガポって、連動だけのデッキに雑に突っ込んで強いカードなんで、まあ、ニコルボーラスとりあえず4枚はまあ別にいらない子じゃないんでね、ニコルボーラスの別にいらない子ってわけじゃないんで、ニコルボーラス4枚これはこれでもう一層いいかなって思ってます。まあ個人的には大本命だったドギラゴン X レッドゾーンバスターはまあ必要最低限の2枚は手に入ったんで、まあよしとしましょうかね。まあのレッドゾーンバスターとしてその速攻系アグロ系で組むんだったら多分4枚必要になるんでしょうけど、個人的にはねドギラゴン X としての運用が軸になってくるかなと思うので、とりあえず必要最低限2枚は欲しいなっていう気持ちで今回4ボックス向いたんで、まあ結果的には全然個人的にはマイナスとかっていう感じはしないですね。むしろプラスぐらいの気持ちで今回は構えれてますね。まあ以上こんな感じでスーパーレアの内訳でした。はい、というわけでこれが4箱のベリーレアの結果になりますね。まあ個人的にはね、コタツムリとか結構コタツムリ、ボルパンサー、メラボルガル、デッドルナ、グレデスネルザーってこの辺りね、結構割と使うなら4枚いるかなっていうような感じのやつらがしっかり4枚揃ったので、個人的には結構ベリーレア枠も満足ですね。まあ剣技強者に関してはね、もともと昔から使った分があるんで別に再録いらなかったし、個人的にはで、アガピトスもちょっと数枚は持っときたかったし、コットンはね、何よりコットンも個人的にイラスト的にも欲しかったんで、で、ボルバルザックジュニアもまあ、超次元の選択肢としてまあ、ありかなってことで、1、2枚はいるかなってとこだったんで、で、個人的に、あとあれだね、ザガン GR もちゃんと2枚出てくれたので、もうこれも結構満足ですね。ザガン GR も思ったより封入率低くはないのかな、ガチレンジクリーチャーの割には。で、まあ、やっぱ個人的にはグラス&タレットがね、やっぱあと2枚欲しいんですけどね、個人的にはちょっとこのカード4枚。使ってデッキ組もうと思ってたんで、グラス&タレットはちょっと追加で買わざるを得ないかもしれない。で、個人的に一番文句言ってたここだ。ここだ。ちょっと反射のね、撮影の都合上、ちょっとニューワールドオーダーの上面、だいぶ白くなっちゃってるんですけど、上4、下2出ました。せめて3、3になってくれ。
せめて3歳になってくれたらまだよかったんですけど、上4の下2とかいうね、どうにもならん枚数出ちゃったんで、ちょっとここだけ唯一今回の開封結果不満があるとしたらここですかね。せめてバランスよく3、3来てほしかったですっていうような感じですね。まあ個人的にはね、このボックス結構無気力かなと思います。まあ、箱で買わないにしても、結構ね、動画ではまあノーマルカードほぼスルーしてると思うんですけども、多分後々ね、ノーマルカードとかも全部今回の4箱分整理するんですけど、多分フェアリーリライフの9枠収録だったりだとか、結構ね、有能なノーマルカードも結構がっつり枚数今回入ってると思うので、結構ね、ノーマルの、ね、強い再力目当てで買う分にも全然強い箱かなと今回思いましたんで、結構ね、その再力が渋いだとか何だとかって言ってる前に、とりあえずちょっと向いてみっていうような気は個人的にはしてますね。まあそんな感じで今回の開封結果以上になります。まあ対戦動画もね、撮る機会があったらまた今回のダンのカードを使って対戦動画撮っていきたいなとか思ってるんで、まあその時はまたね、ぜひご視聴していただければと思います。はい、というわけで今回の動画は以上になります。よろしければチャンネル登録、高評価の方もお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。